OB でございます、そして岡崎富子、それではまず岡村孝雄さんをご紹介します。80歳になられてもまさに人生これからがさらに挑戦だと、そんな気持ちで頑張っておられる岡村先生に花束を、80本のバラの花束を私の妻から差し上げたいと思っております。